発言を許します。藤田幸久君。昨年11月の参議院本会議において、テロは犯罪ですか、それとも戦争、つまり武力戦争ですかという私の質問に対し、福田総理は典型的なテロ行為は犯罪であるとした上で、911テロ攻撃は航路の組織性、計画性が乱れるなど武力攻撃に当たると答えました。テロという犯罪が組織性、経済計画性を持って行われた以上、誰がどのように犯罪を行ったかの裏付けに基づき戦いを進めるべきと思われますが、官房長官いかがですか。またこの戦争は一体誰の誰に対する戦いなのか、明確にお答えください。そもそも事件後7年も経過していながら、アメリカ司法省はビンラディンを公的に告発する手続きを取っていません。また FBI のホームページは世界の最重要指名手配者の一人であるビンラディンの容疑として、タンザニアとケニアの米国大使館爆破事件のみを挙げ、 9.11 との関わりを挙げていません。 9.11 直後にアメリカ政府が特定した19名の実行犯のうち8名が中東諸国で市民として生活している、つまり人違いであったとイギリス国営放送 BBC などが報道しています。実際 FBI のミューラー長官は、実行犯とされる19人が実行したという確たる証拠を見つけることができなかったと2002年に認めています。テロとの戦いの原点であるこれらの基本的事実を日本政府としても米国政府に確認すべきですが、いかがですか。もし確認ができないならば、普及の自由作戦に関連する海上阻止活動への協力の根拠に欠けるということであり、一旦補給支援活動などを停止すべきではありませんか。官房長官いかがですか。日本政府はテロとの戦いに参加する正当性の一人として、日本人24名が犠牲になった、テロとの戦いは決して他人事ではなく日本も当事者なのですと繰り返しています。しかし日本政府はその24名の犠牲者のご家族に対して心の通った対応をほとんどしていません。1月の外交部委員会で木村副大臣は事故の原因について説明を受けたという日本人遺族からの要望はないと答弁していますが、私がお会いした家族の皆さんはぜひ希望したいと言っております。そもそもそうした仕組みがあるということをご家族に対して紹介するのが日本政府の責任ではないでしょうか。今からでも調査委員会にそうした申し出を行う意思があるのかどうか、外務大臣の見解を伺いたい。官房長官、本年6月11日に米国下院で以下の決議案が可決され、司法委員会に付託されたことをご存知ですか。第2条、侵略戦争を不正に正当化するためイラクが安全保障上の脅威であると誤った宣伝を行い、2001年9月11日の攻撃を不正に組織的に犯罪的な意図を持って利用したこと。第3条、戦争のための間違った論拠を捏造し、イラクの大量破壊兵器を所有したと米国民と国会議員をミスリードして信じ込ませたこと。第8条、国連憲章化して主権国家イラクを侵略したこと。第33条、 9.11 以前に寄せられたテロリストが米国の攻撃を計画しているというハイレベル情報の計画を警告をたびたび無視し、その対応に失敗したこと。第35条、2001年9月11日の攻撃に関する調査を妨害したこと。長官、これはブッシュ米国大統領に対する弾劾決議案の条文の一部なのです。民主党の串日議員の提案によるもので、ロン・ポール元大統領候補など24人の共和党議員を含む251人が賛成し、156人が反対とする100票ほどの大差となりました。
任期中に本会議でこの決議が通ることはないようではありますが、アメリカ内部から地殻変動が起きているのです。ブッシュ大統領の戦争の政治が終焉を迎えていると思います。また今後アメリカに対して大きな転換を求める流れが世界中から湧き上がる兆候を感じます。こうした流れに対する官房長官の所感を伺います。これらのご家族やアフガニスタンの無実の市民が真に望む政策の実現を強く訴えてまいります。官僚答弁ではなくご自分の言葉でお答えいただくことを3人の大臣にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。国務大臣。